はい。ということで、皆さん、こんばんは、リーチョーです。今回ですね、SCP アノーマリーブリーチ2というゲームで遊んでいこうかなと思います。SCP ゲームですね。SCP 収容所から脱出するみたいなゲームなの。で、マップがあまりにも広大すぎて、もう訳がわからなかったんで、ま、いろいろね、動画班ちょっと結構やり込んでるみたいだから、動画班の話を聞きながら攻略していこうかなと思います。でも、メインは今回は脱出です。いろんな SCP を見るだけとかじゃなくて、この収容所から脱出するのが目的のゲームですね。はい。とりあえず皆さん、やっていこうかなと思います。スタートニューゲーム。さあ皆さん、目覚めました。ここから今から脱出していきます。で、これ読めばいいんやな。SCP のタブで開く。これでアイテムを取るんやね。はい、こんな感じで、SCP のなんちゃらかんちゃらと D9341、多分俺の名前やな。これ強制的に瞬きすんのこれ。あ、そう。あとスペースで瞬きできる。あ、こういうことか、ほら。あ、へ。さあ皆さん来ました。じゃあとりあえず一旦チュートリアルやっていきましょう。紙を取って紙読んだらストーリー進む。多分それ最初は多分これ個人でやらんといかん。皆さんこれほらこんな感じで止まったりするとこれ止まるので、これ言うこと聞かなかったら撃ち殺されるらしいんで、とりあえず言うこと聞いていくわみんな。僕多分あのクラス D 職員っていうやつでリスポーンしたということで、でもこれ初めて入ったみたいな感じなのかな。収容所に入れられて一旦これ施設案内されてるみたいな感じなんですかね。いや、チュートリアル終わったら一体動画班と合流しない。あ、あれ絶対動画班だ、あれ。ほら。今いたね、右に。ほら。あれ絶対動画、歩いてるやつ絶対動画班でしょ、あれ。あれ誰なんだろうね。あ、なんか取れだって。はい。The object cannot move while within a direct なんちゃら。あー、SCP-173 の説明書いてるね。これ、173の名前なんだっけ、こいつ。これなんだっけ、これ、シャイガイ。これ、シャイガイじゃないの、これ、名前なんだっけ、これ。来ました。あ、いたいた、こいつや、みんな。かわいい。なんか、ピーナッツみたいなね。ピーナッツ。ピーナッツ。これ、いいのかな。はい、多分これ、俺らあれだよ。実験材料に使われてみたいな感じだ。ほら、閉じられた。これ大丈夫なんかな。はい、来た。あ、やばい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 。プレイヤーぶっ殺されたぞ。ほらやばい、みんなさあ来ました。うーん、俺寿司いるじゃん。お前チュートリアル終わったんか、寿司。あ、終わってない、まだ。うんうんって、お前は喋れるだろうが、お前喋れるだろうが。3号くん、ペアパヤちゃん、天月がこの家のどっかにいるということで、一旦合流したいね。でもこの場からスタートできるんかな。そう、あのチュートリアルスキップできるから。うんうん、待って待って待って、クソゴジ、後ろ、これ、何これ、なんか後ろが出てくる、出てくる、これ何、この黒いやつ。逃げた方がいい。みんな逃げて、走れー。開けろ開けろ、クソクソクソ、開けろ、来てるぞ。なんで開けねえんだよ、もうほら。一箇所しか行くこと、行くところない。最初はそうなんだ。そうだ、下降りてきてほしい。いや、自分が階段におる、階段におる、階段におる。クソゴジ行くぞ。ほら今向こういる、向こういる、向こういる。ほら、ラドンが追われてる。あの奥の扉開けていく。オッケーオッケー。どっち、そう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 。ちなみにこれ SCP 何なのこれ。これ行こう行こう行こう。閉じるから行って、早く入って。閉めろ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 。あれ開かなくね。あれ、あ、そっちじゃない。あ、反対の方。あ、助けて。あ、閉じ込められた。あ、俺終わったみんな。お、出れられない。助けて。ああ、やべえ。やったやった。やったじゃねえよ、お前。ここどこ、これねえ、もう意味のわからんとこで湧いた。何これ。そう、そいつに捕まると、うん、ちょっと飛ばされちゃうんすよ。これ出ないといけないのか。自分も行こうかな。じゃあそうね、ラドン来て、来た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 、ちょ、みんな来て、グゾコムシも来い、お前も。ちなみにこれ当たりと外れるんで。なるほど、俺らは当たり。じゃあこの道の奥に。あ、なるほどね。でも暗くて見えなくね。あれ、これトライアンドエラーからバンバン行けばいい。あ、これ何、バラバラになるんだここで。もうひたすらトライアンドエラー。オッケー。これ当たるまでやり続けんていうかね、ほら。これ最悪や、クソめんどくせえな。あ、なんか紙拾った。なんだこれ。ローディングなんちゃらノート、SCP、ほら、Your New Personal Access Code 3239みたいなの書いてますね。おお、びっくりした。した。お、知らせよ。おお、びっくりした。目の前通った。当たったら死ぬよ。そうなんや。おお、おお、
あ、死んだ。あ、よかった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 、途中からや。これやばっちゃう。これ定期的にセーブ取っとかんと危ないね。ということで皆さん戻ってきました。ほら待って、ペーパーちゃん、ん、あれどこ行った。あ、おったおったおった。お、どうするこれ。ラドンとかシラス、これ俺ら、俺とペーパーちゃん今いるけども先行っていいんかな。うん、行っていいと思う。もうそこら辺めっちゃ広いから。とりあえずさ、直近の目標って何なの。一番始めたばかりのカードキー集めるじゃない。カードキー集める、カードキー集めて奥の他のエリアとかに行ってってことね。どんどんで脱出を目指すってことね、うん、オッケー。よし、じゃあ Y ちゃん ついてこい。え、待って、このこいつさずっと俺を襲ってくんだけど。オッケー、扉閉じました。なんで扉開けてくるよこいつ。待って、はぐれたんだけど。あ、電気でまた死んだ。同じミスを繰り返してしまった。あ、シラス君、でもこれ先行けないよこれ。避ける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 。うん、敵で殺された俺。待って、まずこれ合流がむずいな。あ、待って、今回一発でなんか別のとこテレポした。マップの全体図とかないの。ない大体記憶。なるほど。あ、自分そこにおる、自分そこにおる。どうせやったらいろんな SCP 見たいですよね。あ、おったおった。もう行くしょー。行くしょー。どこじゃないのこの野郎。あ、ラドン、いけ、いた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 。どっち行ってもなんか今は何もできんから。オッケーオッケー。何これ、チェックポイントロックダウン。定期的に皆さん保存していきましょう。これから脱出するみたいな。だけど、まあ、カードキーが持ってないから。どっちしてもまずはカードキーを探さんというかね。逆に天月とシラスは合流したっぽいぞ。 SCP-049。 なんだ049って。え、これ入ったら帰られへんくなるから一応セーブするだけここでしといて。セーブ、よし。ペアリーセーブしたか。流し流し。あ、いけたいけた。なんで甘すぎ持ってんだよ。近い。じゃ、とりあえずですね、あのうちの視聴者さん動画見たらって分かると、一回僕らドンペアパイちゃんの3人ですね。で、ちょっと動いていこうかなと思います。他のメンバーも合流したらちょっといろいろやっていきたいんですけどね。これ真っ暗やぞ。まず何も見えへん。エレベーターで下に降りて、ここに何かしらのヒントがあるんですかね。なんか歩き、あれ、なんか殺された。2人ともどうした。誰に殺されたお前。いや、よう分からへん。うわ、シラスや、シラスに殺された。え、シラスに殺された。え、これどう、くちばしすごかったぞこれ。シラスや。あ、俺の本家の人や。本家か、本家シラスがいるぞみんな。さあ、 SCP、 あ、シャイガイだ。これ開けられないの。うわ、シャイガイ会えないわ。天月、天月頼むぞ。さあ、こんばんは。で、またここからまた探索。ここ探索したらカードキーあんのここら辺に。あるんじゃない。あるかもしれんだよね。おー、びっくりした。びっくりした。ラドンやん。びっくりした。ガスで最悪。髪あるからラドンに見えんのよ。ほんまにびっくりした。なんもなかった、そっち。うん。え、じゃあどこだ。落ちた。落ちた。これエレベーターだ。ここまた乗っていい。乗ってるんじゃない今。別のやつよね。あ、開いた。ガチで頭悪そう。頭悪い。ほら、閉まってる閉まってる。あ、確かに。お前よ。あ、待って、なんか落ちてるわ。これなんだ？あ、めっちゃメモ書きやけど読めねえ。あ、びっくりした。達筆すぎて読めねえ。どうした？あ、死んだ。え？この中入らん方がいいかもしれんじゃ。開けない方がいい。災害って見たあかんねんだけ。災害は見たか。うん。あ、みんな、ここから見れる。ペーパーちゃんほら、災害。僕これ見て。そもそも開かないよ。パワーフィードってあるけど、これ。誰か死んだね。あ、死んだ。で、グロードする。グロードするよ。で、これ、シャイガイ見らんほうがいい。いかんほうがいい。入らなくていいよ。あ、見ちゃった。大丈夫、大丈夫。残ったルーム。もう一回、シャイガイ行っていい。あ、シャイガイ来た。残ったルームね。ペアパヤー。今のうち、シャイガイ出てくるの。シャイガイ勝手に扉開けてきた。待って、なんか触れるよ。あ、ジェネレーターを、待って、メインとジェネレーターってあげれる。え、誰、ゾンビ。オーマイガー、別熱出てきた。開いた。あ、びっくりした。これ、オマスキガチでびっくりする。開いたわ。オマスキ銃持ってるんやけど。オマスキ銃持ってる。待って、俺合流したい、ちょっと待って。もう、マネやもういいや。アイテム選んで。待って。アイテム以外のとこにポチッ。待って、ピーナッツがいる。ナイス。待って、ピーナッツいいんだけど、ちょっと待って、俺。ガチ。おおおお、びっくりした、死んだんだけど。おい、シャイガイがこれパワーオフにしてるんじゃん。あー、ごめん、俺死んだわ。みんな元気でね。
ああ、もうすごいエレベーター帰ってきたやり、リーチャーさん。いや、俺あのシャイガイ見ちゃったわ。俺終わった。よかったよかった、松木や。え、弾無限なの？ちょっと弾貸してよ。一瞬貸して。ごめんごめん、松木。松木ごめん。ごめん、あ、松木の左目潰しちゃった。ごめん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 。松木がカードキー持ってきてくれたから、うん。一気に進む気がする。あ、松木は今レベル1持ってるんだっけ？あ、レベル3持ってた。レベル3。これレベル3カードキーでこう開けた。ナイス。ラドンが今レベル3カード持ってんの？今持ってる。オッケー。さ、理事長さんさ、なんかね、物を強化する SCP みたいなやつがいて。はい。それにレベル3カードキーとかを強化しまくるとレベル5のあの強強カードキーになる。いいえ、なるほどね。結局ほら、シラスと鎖国と合流戦と何も始まらんで。あー、びっくりした。マスキこれ殺せる？マスキ殺して。ナイス。すげえ、死んだ後ちゃんと口のあれ変わるわ。あ、こっちこっちこっち。表情とかも。で、この中に、うん、あれ。武器もなかった？武器ある？武器欲しい俺。ほら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 。これ回復系のやつじゃない？で、これカードキーある、カードキー。花見て。で、これ武器？カードキー拾った？これも武器。武器拾うわ、俺が。これ目離したまんの？うん。うんうん、そいつ目離した。パカパカパカ。だ、やめろやめろ。茶化すな、敵を。バカが茶化すんじゃねえ、お前。いや、見てれば絶対死なない。やろー、てめえ、ふざけやがって。おい、倒すぞ、これ、ラドン、これ。いけんじゃない、ほら、顔、倒せる倒せる倒せる、絶対これ、ほら、顔潰れてるよ。やれ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 。で、これ、あんまだから、片方は動かない方がいいんじゃないの、これ。おお、びっくりした。あ、やったー、後ろ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 、セーブ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 、死んだ。はい、ということで、なんとか、全員合流と。ちなみにね、撮影開始が多分1時間は絶対経ってるわ。1時間経ってようやく合流したって感じ。ということでですね、今からマジで攻略目指しに行きます。え、これ、どっからどうやって行けば言います？なんかあんの？流れは。レベル4カードキーじゃない？ 3 カードキーを進化させる SCP の機械があって。はい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 。で、そこにまず行かない。そこにまず行くね。その後にレベル4にして、そのレベル4じゃないといけない場所に突撃するということだね、三号パイセン。出口は先の方向。これから一回逃げる。待って、でもずっとさ、オールドマン来てるわ、これ。あ、ここまでいいね。おお、マツキだ、マツキ。全員揃った。あれで、あ、閉められた。大丈夫。ほら、こんな感じで、多分ちゃんと、綺麗にせんといかんだよな。リーチャーさん行こう。オッケーオッケー。ね、これ2匹おるから。あ、これがあの赤い敵ってことね。そう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 。OK、じゃあシラス待ってるんで、ちょっとせっかくなんで、しろさん見ましょうか。この先さ、道あるやん。え、それな、これ全然違うじゃん。でさ、もう片っぽのさ、エレベーターあるの分かる？頭でみんな、後ろからオールドマン来てる。でもこれ変わってるかね、こんなか。で、後ろオールドマン来てるよ。全然違う。そこの曲がり角のところにレバーあって、そこ上げると道開かれるんだけど。積んだやん、俺。なんで後ろつ。え、これグーって回ればいけるいける。あ、レバーがある。あれ、レバー下げて。下げた。おお、なにこいつ。なにこれ。気持ち悪いこれ。レベ上げがもともとあった場所に、これエレベーターのこの先行けるんだけどさ、なんか全然違うとこになってさ。正面にから見られなければ多分大丈夫。あ、オッケーオッケー。あいつ、一定のルートを歩いてるだけだから、ずっと。了解。これ、待機待機待機。で、あいつが曲がったら、レバーを下ろして。うん。あれ、じゃあ先、前ついます。いや、めっちゃ怖いんだけど、これ。OK、下げた。ナイス、これでいけるんや、先。待って、オールドマンはちゃうやん。だから、オールドマンもいるから、めんどくせんよ、このエリア。え、これずっと進めばいいの？進んでったらもう2体ぐらいいるから。あ、セクション3ってやつは下げたままでいいの？うわ、ごめん、死んだ。いや、これやばいね。いい、なんもないわ、こっち。なんもねえか。ってなると、また別のとこをぐるぐる回るしかないね、じゃあ。SCP-012。行ってみろ。俺は待ってるから。もうさ、暗いんよね、マジで。え、なんか強制的に俺引っ張られてる、部屋に。ほら、みんなほら見て。俺今、キーボード触れてないけど、強制的に。え、なに、強制的になんかさ、
なにこれ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 、え、なんだ、なんかね、プリントみたいな封筒みたいなのがあって、そこに無理やりなんか引っ張られてるみたいな、視点が。それが楽譜が書いてある紙、うん、あ、そうなの。そこの黒いなんか紙みたいのわかる、うん、あれちょっと触ってみて、うん、お、なんか落ちてきたよ、ロブロックスカードだって。え、やばくないそれ、やばいの。一番上のカードですね、レベル5でも開けられるとかあるから。ロブロックスカード、いけ、うん、お前落としちゃった、いけ。この骸骨なんなの。でもセーフって書いてたよね、特に何も起きない。危ないのか、なんか安全な骸骨なんか、ただ単に普通の骸骨になんか色が刻まれてるみたいな、なんか文字刻まれてるぐらいかな。俺がバグってんのかな、なんか落としてみてやん。あと天月がなんかショットが持ってきた。なんで天月そんな武器いっぱい持ってんの。ね、お前どこで何してたの今までね、久しぶりに合流したと思ってました。なんでショットが持ってんのお前。俺 SCP の位置とマップが全部分かるだって。じゃあ天月お前マップ分かるんだったらさ、お前レベル4キーカードの場所とか分かんないの。ほんまやん、だってマップ持ってるんで。今までずっとそうやってんだ、マップずっと持ってるの一点張りで何も教えてくれんけどさ、分かんないの。俺がレベル4を持ってるだって。どういうことだ、レベル4を天月が持っててレベル5は誰が持ってるの。どういうこと、どういうこと。あ、ペアパイちゃんがレベル5。あ、どういうこと。マップ見たらさ、どこか分かりそう、ゴールとか。でもマップに書いてるんじゃない、なんか例えばここはマップ送るとかできるの。そうそうそう、え、だからマップさっき落としてくれないじゃん全然。じゃあマップ落としても無理やから写真送ってくれたらいけるけど。でマップは持ってる人が記録しないと他の人に渡しても意味がないって。なるほどね。新しくニューゲームするかつ、なんかどこのサバかによっていろいろ位置が変わるんやろね、鍵の位置とか全部がね。2時間は粘ったよ絶対、2時間は粘ったんですけど全くわからんですね。まあでもいろんな SCP が見れたんで、まあこういうゲームがあるよってのは紹介できたかなと思います。いやークリアまで行きたかったけどね、ちょっとさすがに厳しいね。はい、ということなんで皆さんよかったらやってみてください。クリアまでできたよって方はコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、という感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。